原発の処理水放出に伴うホタテの風評被害をめぐり、東京電力と国はオホーツク海側の紋別で賠償などに関する説明会を開きました。今日の説明会には道東地方のホタテ漁の関係者およそ150人が出席しました。東京電力は原発の処理水放出による中国の輸入禁止措置で受けた損害について賠償する方針を示しました。また国は国内での消費拡大や海外への販路開拓に向けた支援策を説明しました。東京電力は長万部町に続く道内2番目の相談窓口を紋別漁協に設け、今後の対応に当たります。